皆さんこんにちは。ドキュン大好きリンリンです。前回もやってしまったように、今回12月4日まで行われていた Amazon のサイバーマンデーで購入した商品たちです。毎回タイムセールやるごとにいっぱい買っちゃうんですけども、結構無意識のうちに購入してて、気づいたら購入ありがとうございましたっていう連絡が多かったりします。これはあの YouTube とかそのビジネス、それで使うことがほとんどなので、それに関しては別に今いくら投資してもいいかなとは思っております。先行投資じゃないですけども、自分が使うと思ったことには躊躇なく、生活苦しくなったとしてもやっていきます。はい、では今回買いすぎたと思ってるんですけども、それの開封を一気にドーンっていきますね。今回私が買った商品、ほとんどがアウトドアとか、冬用で使うものとか、そういったものになります。ではいきます。3、じゃーん。はい、タイムセールじゃないのも入ってるんですけども、全部で24点、総額はなんと7万円。じゃあ今の段階で、職業忍者収入なしです。7万円、痛いです。使っていくものだと思われますので後悔はしてないです。はい、では紹介していきます。まず一つが諏訪沖製のソーラーパネルですね。はい、こちらです。これソーラーパネル買うの2つ目なんですけど、前回オールパワーさんのソーラーパネルを購入したんですけども、実際ちょっと使ってみたら、その充電されるワット数が少なかったので、純正のもので試してみようかなと思って購入しました。特にこれはタイムセールとかではなかったんですけど、どうしても車内で持っていくものなので、そのコンパクトじゃないといけないんですね。それでコンパクトのものを選びました。こんな感じですね。これだったら車のどこにでも置いていけるので、これを選びました。ここに充電できるものが付いてて、挿してここにつないで、これを充電させるっていうものになります。あともう一個はUSB ケーブルついてるんで、これで iPhone とか、スマートフォンとかの充電もできるかなと思います。ではこれについてはまた検証実験していきたいと思ってます。お次はこちらです。はい、実はこれノートパソコン用の冷却ファンなんですけども、ノートパソコンでは使わないです。違う用途でこのファンを使っていきます。ファン自体の威力としては、そこまで強くはないんですけど、14センチのファンが2個ついてるんですね。でこれを使ってあるものを作っていきたいと思ってます。それはまた今後の動画でまた出していきます。これ見たら分かると思うんですけど、冬靴ですね。関東、特に神奈川は雪って本当年に 1,2 回降るか降らないかなんですけど、今回車中泊の旅でおそらく雪国、どこか雪降ってるところに行くと思うんで、それ用ですね。あとそれ用の、スウェットですね、暖かいやつを購入しました。お次はこちらです。これ何かというと、じゃん、ドリルですね。工具使えない忍者なんですけども、工具使わないと作れないものがいくつかあったので、それ工具もそろそろ買おうかなと思って購入したのはいいんですけど、ドリルの先がないこれしかなくて、先あるんですよね。使い方が全然よく分かんなくて、タイムセール入ってて結構カート入ってたんですよ。で勢いづいて私もポチッと押して購入したらいいんですけど、先がなかったっていう。はい、お次こちらですね。三脚になります。で今まで三脚使ってたんですけども、実は1台ちょっと借り物を使っておりまして、どれがいいか分かんなかったんで、ちょっと2つどっちがいいか選んでもらって、それを新品でお返ししようかなと思ってます。それで2個買いました。あとこちらですね。多分車中泊の旅とかは使わないと思うんですけど、キャンプ行くとかに使おうかなと思ってます。あとこちらがですね、ハンモックですね。車、テント以外でもハンモックでも寝てみようかなと思って、これは夏になったら使うのかなと思うんですけど、こちらも一緒に購入しちゃいました。あとこちらがマットレスですね。
もう車の方にもうずっと布団積んでようかなと思ったんですけど、そのただ家の布団がなくなっちゃうので、それ用のマットレスです。低反発マットレス、これはまあ家で使おうかなと思ってます。はい、あとバーベキューのアルミホイルですね。これ前回あのバーベキューコンロ用で使ったんですけど、すごく良かったんでもう一個買っちゃいました。でこれなんですけど、そのコンロの下、あの炭火の下とかに引いてあげると汚れないんですよね、そのコンロ自体が。まあ、前回のそのこの動画見てもらえればわかると思うんですが、アルミホイル丸めてポイってしてるだけで終わったんで、すごい便利でしたね。これ何かというと、一酸化炭素の、警告器ですかね。まあ、電池入れたんですけど、使い方よくわかんないので後で説明書見ながら使いたいと思います。でなんで2つ買ったかというと、まあ、こちらもあの安いのと高いのなんですけど、どう違うのかっていうのを検証していきたいと思っています。はい、あと攻め台ですね。超多用、いろんなところで使えるやつです。なんでこれ買ったかというと、耐熱性と防水なんですよね。マイナス40度から120度まで使えます。で、車内用で使おうと思ってるんですけど、あの冬でも夏でも、まあ、ちゃんと使えるように3つ購入しました。あとこちらです。湿度と温度計になります。こちらです。もう単純にあの最低最高が見れるやつ欲しかったので、これを買いました。はい、お次はこちらですね。迷彩柄、まあ、いろんなものに使えるものですね。あのスコップになったり、ノコギリになったりとか、あとツルハシになったりとか。これがすごいコンパクトサイズなんで、これも買いました。今までちょっとあの、ね、車中泊の旅してスコップがなくて困ってたので、このサイズのスコップが欲しかったんで購入した感じですね。方位磁石とかもついたりとかして、まあ完全アウトドア用の商品です。ですごいコンパクトなんで、もうこれ邪魔にならないんで買っちゃいました。はい、お次はこちらですね。そのままなんですけど、大好きなモバイルバッテリーですね。 5000mAh のものになります。でこれ実は家に T シャツの中にあのポケットつけてるんですよ。こうやってここにちょっと常に入れておけるような形で持ってきたいと思ってます。あとこちらですね。これはマイクになります。今まで風の音とか結構入ってたので、それをなくそうかなと思って買いました。で撮影にアクションカムを使うことが多くて、そのアクションカムだと声なかなか拾ってくれないんですよね。そのためでもあります。こちらになります。これはもう iPhone で使うレンズですね。こんな感じで使っていくみたいですね。確かに、あーなるほど、あー全然あのこっちの iPhone のズームで使うよりは全然綺麗ですね。これもうちょっとあの、まあ、実験か何か使っていこうかなと思います。はい、充電式のニッケル水素の電池ですね。まあ、充電器と、まあ、電池それぞれですね。結構電池を使うことが多いんですよね。ランタン使ったりとか、光のやつ使ったりとか。結構電池ってその後半になってくるとすごく弱まっちゃうんですよ。光がなくなったら充電できるようなものです。ただ電池自体がやっぱりその充電する回数ごとに劣化してきちゃうので、まああまり良くはないんですけども、まあダメだったら取り替えればいいかなっていう感覚でたくさん買ってます。このサイズなんで、もう車内にも置けるかなっていうところですね。 LED ライト電池3つ使うので、ではまたランタンあったりするんで足りなくなっちゃうんで、 それ用に買ってます。はい、あとこちらですね。腕にはめるタイプのものです。ここが押したら外れる仕組みになってて、こっちにしたりこっちにしたりできます。こんな感じで使っていくのかなと思います。結構そのアクションカムの撮影の時とか、ドッキュンの撮影をしに行く時とかに結構使うんですよね。あとこちらですね。登山用とか、まあ、夜用で使うものになってます。はい、充電式のものって頭につけていくんですけども、結構明るいですね。おー、はいはい、全24点になります。総額は7万円です。はい、まあ、痛いんですけども、まあ、どんどん使っていこうかなとは思ってます。で次多分また夏前のタイムセールがあれば、またバンバン買っちゃおうかなとは思ってるんですけども、まあ、これ以上物が増えてもなっていうところですかね。説明欄の方にリンク貼っておきますので参考に見てください。でもし欲しいなと思った方がいましたら、下の説明欄から購入よろしくお願いいたします。はい、本日はそんな動画の内容です。動画の方が良かったら動画の評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。